プロスペロー・フォンターナ、キリスト・コ下1563年、ユサイ、ポプラザイ、プロスペロー・フォンターナは、後期ルネサンスのイタリアの画家。フォンターナは、ボローニャの生まれ、インノチェンツォ・ディ・ピエトロ・フランクッチ・ディ・モラの弟子を務めた、あと、ジェノバのドリアグルで、ペリーノ・デル・バーガのために働く。それから1550年にかけて、ミケランジェロが、フォンターナを肖像画家として、 ローマ教皇ユリウス3世に紹介し、フォンターナは教皇宮廷で恩給を受けたと言われる。それから、フィレンツェのジョルジョバザーリの工房に加わり、1563年から1565年にかけて、ベッキオ宮殿でフレスコ画を制作した。フォンターナはボローニャ派初期の代表的画家だった。ロレンツォ・サバティーニ、オラツオ・サマチーニ、 バルトロメオ・パッサロッティの三人は、フォンターナの弟子もしくは同僚である。娘のラビニア・フォンターナも著名な宗教画家である。ボローニャに戻って、フランスのフォンテーヌ・ブローとジェノバで仕事をした後、フォンターナは、美術学校を開校した。短い間だが、ルドビコ・カラッチとアゴスティーノ・カラッチを教えたこともある。ボローニャでは、たくさんの作品を残した。 サンタマリアデレグラツエ教会の祭壇が、東方三博士の礼拝が、フォンターナの最高傑作と考えられているが、それは、パオロ・ベロネーゼのスタイルとは全く違うものである。1597年、ローマで亡くなった。ありがとうございます。